あのテキサスレンジャーズに2015年にカブスが終わった後に行くんですけど、ヤンキースからその当時のオフにオファーがあってね。でダンさんに言われて、で僕がその時はね、一人でね、ロスからニューヨークに7時間かな、飛行機6時間かけて、身体検査しに。そう、でも契約書は出来上がってた、本当は出来上がっていて、メディカルチェックを終えてそこでサインして帰るっていうような段取りだったんですけど、ニューヨークのど真ん中でメディカルチェック終わってカフェに行って、あのその球団の人とで話してたら、ちょっと待ってくれよって外で電話しに行って帰ってきたら、すごく嫌なこと言わなければいけないって言って、その前にちょっと代理人電話していいかと、直接伝えるのは多分違うからって言われて、分かりましたって言って、多分ダンさんに言ったんですね、そのまま。そうです、電話来ました。そうで、すぐダンさんと僕はその方の電話で交代して、でダンさんから聞かされる、ちょっと中でいるからダンと話してきてくれって言われて、電話でダンさんと話したら、野球さん、あのドクターチェックしたら肘の予後、手術の後があんまり良くないから、いやあれバカ切れてるって言ったんですよ、あの医者。あのトミー・ジョンやってあれが繋がってないって。そう、そう繋がってないから切れてる、また切れてる。でまた違う医者行ったじゃないですか、テキサスレンジャーのマイスター、うん、その時にそれをマイスターに言ったら、いや切れてんじゃなくてそれは前の古いやつだって、はいはい、ちゃんと繋がってます、角度変えてみればちゃんと繋がってますって言われたんですよ。ヤンキーズの医者ヤブ医者なんだそうそうそう、で僕はその時に飛行機を乗る契約なくなったって言って、ダンさんにやっぱ僕も結構もう100か0で生きてきたから分かりましたって言って、ダンさんもう腕痛いしやめますねって言っていう話してたんで、で分かりましたって言って、ダンさんその時分かりましたって言って、まあニューヨークからロスに戻って、じゃあ日本に一回戻ってきますって言おうかと思ったら、1週間ぐらい、まあ、いたらレンジャーズが話来ましたよって言い出して、いや無理ですよ切れてるって言ってるんだからと、いや実はねキルさんねって、アメリカってねドクターによって見解が違うと、術式が違うからっていうので、僕が受けたところがの弟子さんが、お弟子さんがレンジャーズのチームドクターなんですよ、ね、で切れてないってね、その肘が全然切れてない。アリゾナでの具体的なこう思い出とか、思い出、本当の、あとね、朝6時に練習行くの、肘手術した後はね、で練習なんて、ね、走ることもできないから8時で終わるから6時に行って朝食食べて、肘冷やして温めてリハビリやって、もちろんもちろんダンさんは普通に、まあ、会いに来たりとか、まあ、お茶したりとか、電話したね、うん、電話どうですかっていう感じ、あの日本にも行ったりしてるから、で結局泊まってるから来ても一緒なんですよね。で家族と時間を過ごしてることを知ってるから、ロスに帰ったタイミングで、ちょっとお昼会いましょうか、ランチしましょうかみたいな、でそれでコーヒー飲んだりとか、もう本当にそうなんですね。それで十分ですもん、もう本当にアメリカにいるのに田舎者が来たみたいな。服はなんていうの、もう一番安いお店で買ってきたような服だって、男が洗濯するってそんなんなんだって感じ、うん、あれが本当の球児さんの下積みでしたね。下積みです。あの二軍でこうやるみたいにしてきたけど、やっぱりこう僕らに言わせると生意気かもしれないですけど、やっぱりこう野球人生見てみるとずっとエリートじゃないですか。エリートだと思います。ずっと来てアメリカでもいい契約取れたなって言った瞬間ドーンと落とされて、うん、で俺はここじゃないんだここじゃないんだって言いながら来て、なんかこう少しずつまた戻ってきてバッてこう終わったから、ここのこのギャップの、うん、これが僕に言わせると財産かな。めちゃくちゃ財産、もう本当に財産、もうこれ以上ない財産ですね。でそれを人に強要してお前もこうだよって言うこともないですし、そうですね、それは違いますからね。来た時の後輩たちとか野球界じゃない人に対しての気持ちが他の人とは多分違います。あ絶対あるからって、その時に寄り添う、自分はこうだったからすごく辛かったから自分みたいにしたくない、
とかという意味で広い視野で見守ってあげるいうふうにできるようになりましたね。まあ最高の経験ってそこですね。あれが大きな思い出ですね。思い出、人生の中で一番最初のセーブあげたとかなんとかっていうよりも、うん、あれがなんか深い思い出ですね。まあ自分が死んでますからね一回ね。死んでましたね。生き返ったっていうよりは別人になったというところで始めたんで、それが良かったですね。そこがやっぱり今のそれこそダルビッシュ投手もそうだし大谷投手もそうだけど、一回手術してそこからもう5メートル投げれないわけだから、そこから始まると全く別次元の人間性と投手に変わっていくんで、トミー・ジョンというのはそういうところもあるのかもしれない、うん、心の成長もあるのかもしれない。今前田健太がねどうなっていくかわからないんだけど、まあ絶対日本人のメンタルだったらうまくなんか進んでいくと思って、まあ、信じて見てるけど、苦しさほどやっぱりそれ以上の勉強ないね。ないよ、苦しい以上のありがたみ。まあ本当に人生楽より苦もあるさだけど、楽よりやっぱり損しても苦を買う。若いうちはまだ若いと思ってるから、それで言うとね、役割なんかお願いされたらね、やった方がいいんじゃない。ダムさんは多分背中を押す、今しかできないですよって、その体力気力があるうちに。野村監督もよく言ってました、苦は楽の種だ。本当楽は苦の種だ。だから楽すると苦しますもんね。だから苦労しろと、可愛い子には旅させろとか、うんね、あれ本当に昔ながら苦労は勝手でもしろとかね、昔ながらある言葉って本当ですよ、ね、あれは大切な、絶対そういうのに影響された方がいいです。 YouTube やってる場合じゃないかと。いやだから楽を与えないっていうのは本当は一番いい。みんなそうや、サウナ入って自分の体を疲労させて健康にするわけやから、ウエイトも体痛めて筋肉つけるわけだから、人間ってマイナスを省いたから生き残ってきたの。人間がすごくいいものだけ作ろうと思ったら人間って終わってたんですよ。ぶつかったら痛いから病院がいるし、薬飲まなきゃっていうので強くなって生き残ってきてるから、実は進み方としてはマイナスからスタートしてる、ピッチャーみたいなもんで。そこをやっぱりちゃんと勉強すると人の気持ちが分かるし、通り過ぎた時におもろって思うのは絶対辛い時だよ。辛い時、うん、覚えておいてください。 笑えますよね。笑えます、ね、笑えます。わははは、が止まらないぐらい笑っても終わらない。僕も貧乏してて車で生活してた時のこと考えると本当楽しかったですね。ですよね。心配事ないんですもん、本当に。ただそれに対しての危機感しかないですよね。そうです、もうそれしかないです。他見えないですもん、ないですもんね。全然ないです。最下点なんで道がねバコンってない状態のところに行くんで、他に考える要素がもう何にもない、もうこうしかないですもん。本当にそんなことがあるから、みんななんか僕からの教訓はそうかもしれない。本当に、うん、一番大事なことは損してでも苦労ある道を選ぶべき。人から与えられる苦じゃなくて自分からだ、ね、自分からの、結局そこが自分からなの。みんなやっぱり世の中で苦しみを逃げたい人っていうのは、人から与えられた苦しみに関しては逃げた方がいいと思うけど、だから自分で選べる人生を選んでほしいなと思いますね。僕の現役時代はそんな感じでした、ね、はい、はい、苦労せざるを得ない。だからやっぱり自分でその今キウイさんも言ってたけど、こうやって行かないと見えないですよ。見えないで、人からこう嫌なことを与えられて、そんなのも跳ねのけていけるぐらいのパワー持ってないと世の中では生きていけない。だってみんな潰しに来てんだもん。そう、みんな潰しに来てんだよ、こう這い上がるために。組織があるから、うん、組織というのに入ってる人は潰すしかないの。自分たち以上のことをやろうとしてるから、子はそれだけ怖い強い存在の、この存在っていうのは。それに勝っていかなきゃいけないから大変だよ今なんか、うん、知ってます、若い人たちで出世したくないとか言って、ああ今いっぱいいるんですよ。逆ですね。逆ですよ。それは出世しなきゃいけないとかじゃなくて、やっぱり戦い抜いていかないとよくなっていかないよ。
それね、気づいた方がいいんですよ。それね、そうやって言ってる人ほど今勉強する時代なんですよ。あのね、みんなね、抜け駆けする時代なんですよ。大学でも勉強をしてないふりしてする人がめちゃくちゃ多いんですよ。だから出世したくないっていう人を増やすことによって出世する道を探しやすくなりたいんですよ。楽にしたいんですよね。だからすごく気をつけなきゃいけなくて、ライバルが本当はめちゃくちゃ多いから、蹴落とすために昔やったら努力するのかっこ悪いよなっていう風潮にしながら本当は自分が行くっていうのをやってるって。で昔いましたよね、隠れて練習して、俺は練習したことないよって言って、います行ったらどっか暗闇でバット振ってたとかね、います投球練習してたとか筋トレやってたとかね。それが SNS になって今ね、 SNS が影なんで、はい、普段いるとこが陽の部分なんで、はい、だから出世したくないっていうのは嘘なんですよ、ね、練習してませんよと一緒なんで、それがそこに出てるから気をつけた方がいい。それの時に行く人しか勝たないし、いやいややめとけよっていうのは自分がそれ以上行かれたくないからだから、ぶち破っていかないと絶対それがおすすめ、本当にそうだから。マイウェイだよやっぱり、うん、自分の道を行かなきゃ。行った人の本を読んだり、行った人に出会いに行くっていう作業も、あの人なこんなとこがあるからっていうの、それはその人に行く自信がないからだから、やっぱり行くべき。一回しかない人生だから、ぶつかれるときはぶつかった方がいい、うん、絶対。僕だって逃げないし、やっぱり何かが来た時のために準備するために自分も作っておくという。だから若い時はもっとね、どんどん我慢だよ。そう、敵対じゃないよ、学びに行くっていうのは、何かご一緒できませんかっていうので気づけるから。なんか一番ダメなのは取ってやろうっていうのは最も無理、二番煎じになるから。うん、その人がやってる途中から行くわけじゃない、それは全然実はもう勝てない時代になってる。 YouTube やったってその最初にやった時はもう勝てないわけだから、自分の道を行かないと今も残れないから。だから逆に言ったら弱肉強食というよりはもう強いものがもうやっぱ勝ち残っていっちゃうから、そこは差はどんどん出てきます。差がそう広がってるんです実は。しないように頑張んなきゃいけないってこと、うん、追いついていかなきゃいけない。まあこれは多分永遠に、うん、勝ち抜けるチャンスはどこにでも転がってるけど、あのネットからの情報は特に気をつけてほしい。僕らはあえてテレビでは言わないけれど、本当の部分では逆の厳しさがあるから優しいんだよという、厳しさを知ってるから、うん、そうですね、厳しさを知ってるから優しくまとめるっていう。 BPO みたいなのもあるしね、けどテレビだと、なんだっけ、放送倫理法みたいなのがあったりするので、ね、言っていいことといけないことと。でもその物事、そこに物事の本質は隠れてないから、みんなテレビを見なくなってるわけで。確かに。でもロッカールームでリアルを伝えてもらって、僕もだってメジャーリーグってそんだけ良かったらすぐ行けばと思うじゃん。これはちゃんとルール作っていけないように設定しちゃうから。そば上とか作り上げた組織がね、自分たちの組織を守るためだから、これも理念としては正解じゃないですか。そう、経営者です。うん。でもダンさんよく、もっとその企業が理念を広げて、もっと広げようとすれば、チャレンジとしてはこっちがもっと大きくなるっていうのが、実は隠れてますよという。だから日本の企業は衰退してきてますよっていうのが、全部がもう一緒。一緒だ。ですね。はい。MLB と選手団の歴史もなんかそんな感じですよね。そうそう、全くそうだね。経営利益の会社も全然バラね、差が90年代から一気についた。すごいですよ。だから MLB なら95年のスト以降もうこんなでしょ。本当は日本がそれいけるっていうのはあれで、まとまれないんで。まとまらないんだよね、日本。自分の企業ばっかりだから、グループとして考えてない。選手会もそう、自分たちのことしか考えてない。そうですね。選手のこと考えたらもっとやりますよ。やりますよ、それは。僕はそう思いますね。まあ批判するわけじゃないけど、もっとやってもらう。そのために弁護士だなんだ雇ってるわけだから。改革なんで、改革ないところに成長ないんですよ。よかったら日本改革必要ないじゃないですか。これ日本の野球とかお相撲とか演歌とかって今の日本の映し鏡やと思うんですよ。歌もそうなんだけど、歌とかってことは、日本が衰退してるその野球の企業が事業がアメリカより同じスタートから行ってこんだけ利益に差が出だした、で幸せ度が違う、年金がない、全部一緒やん。アメリカと日本の違いがそこにあるわけ。
日本の売りは保証やったわけやん、老後のないじゃん。そうなると経済成長を求めるしかないのに誰もスタートを切ろうとしないって、みんなね衝突して成長しますからね。でそれがやっぱり前進だと思うんだ。負けちゃったら前進できないじゃん。やっぱりそこをやっぱりこう抜けていくって。僕だってあれですよ、野球界にもう30年間言い続けてますよ、いろんなこと、改革のこととか。そうです、ね、少年野球もそうですよ。球数制限なんか少年野球の監督やってたじゃないですか、昔やってたんですよ、90年代の前半。ジージー佐藤とか、あ、あの時教え子ですよ。その時から球数管理してたんですか。知ってましたよ。先発は60以上投げさせないんです。親めちゃくちゃ言ってくるでしょ。いや言ってこないですよ。で、ちゃんと中継ぎ抑えもいたんですよだから全国制覇4連覇ですよ、うち。あ、そうなんですか。はい、だって前、次の試合、次の試合、みんなうちのピッチャー元気なんですよ。元気ですよ。相手はエースでもうヘロヘロでやってるんですよ。昨日120球投げましたみたいな根性論で、はい、みんな小学校でやめちゃうでしょ。だそうで、なんで制限言いに行ったんですよ、連盟に。そしたら何て言われたと思う。試合にならない。いや、試合にならないじゃなくて選手をもっと させたらいいじゃないですか。強くありたいだけなんです。そうです。で今になってやっとですよ。高校野球だってもう何百球投げてるじゃないですか。みんなこんな肘曲がって。今僕はもう、でも高校野球も今も納得いかないのは、すごく強い学校が生徒100人からまだ抱える時代じゃないですか。だけど出れるの9人じゃないですか。で一方では地方は過疎化が進んでチームが組めないじゃないですか。なんでそんなことするんだと。やってる人が全員がプレーできるような環境づくりをもとに甲子園大会をにみんなが目指せるんだと分かるんですよ。いい学校行って大学は行けるけど、100人いるうちの80人補欠でこの人たちに野球の機会を与えずに大学の進学のためのものになってるじゃないですか。でも地方の人たちがどれだけ野球を広げたくてチーム組みたいかって考えたら何してんのってなるんですよ。アメリカだったらやっぱり2チーム3チーム組でみんなプレーするじゃないですか。ドミニカもそうですよ。だってスポーツじゃないですか。勝ち負けは実は二の次で。そうですよ。プロになればいいと思うんですけど、うんうん、でも甲子園大会も大事ですけど、今木内さん言うようにやっぱり生徒が余ってるところを、あれがありえないですよ。それでじゃあ他の学校行きますよと1年出場できないと。そうです、そうです。なんかいろんなわけわかんないルールが多すぎます。普通だったら僕は例えばこれドミニカの話ですよ。グラウンドに入り日曜日集合と。じゃあ例えば900人行きましたって言ったら100チーム純粋にできるよねってこうなるんですよ。日本だったら何チームに分けようかじゃなくてチームの人ずつ来てくださいじゃないですか。その辺から集まってじゃあ何チームできるかでやらないと野球の競技人口なんか減るに決まってるじゃないですか。どんどん減ってます。だって出れないのに行くじゃないですか。あれはやっぱり出れるっていう希望と、出れるっていうか試合に出れるっていう希望と甲子園に行けるっていう希望なんです。僕はでもメジャーリーグまで行って怪我してぶっ壊れて、その投げれない時にこんな苦しいことあるんだと思ったけど、それ勉強になりますけど、苦しさを確かにね、苦しさも大事ですけれど学ぶことはありますけど、まずはでもやっぱりまだアマチュアはね、そうです、そうです、楽しむことですよね、スポーツも、ね、そうです。勝利至上主義にならずにプレイヤーファーストで、まあ、指導者の育成にもなるし、わざわざ出れない人80人作り出すなんていうのは甲子園出るチームがそれがほとんどでしょう。こんなことがあったらやらないでしょ、ダメ野球とこう思うんですけど、うん、で結局ね、プロ入りしてくる千賀投手とか山本由伸投手なんて甲子園出れなかったけれども、スカウティングの能力が生きてるわけじゃないですか。使えべらなかった方がメジャーいけるんかっていう、あのすごい能力出せるようなまた時代になってきてるじゃないですか。ありますね。でプロ入り後に佐々木朗希投手とか奥川投手なんていうのは管理しなきゃいけない、じゃないと壊れちゃうっていう、投げすぎる問題が結局発生するっていう、だからそんな悩みがすごい今一番ありますね。とにかくアウトドアです今は。でハイエース買ってダンサーがゴルフしだしたなんていうのは僕がびっくりですね。で友達とやってなんかいろんな話してやるのも、あの動きながら話をするのとこうやって座って話する内容が全然変わるんですよ。